チャンナル、兄様チャンナル、ブーン。こんにちは、兄様です。今日は完成品のレールライフルで遊んでいきます。ちょっとね、口内炎ができちゃって喋りにくいんですけど、よく噛んじゃうかもしれないですね。今回の武器なんですけど、みんな強いことは知ってますよね。ただ前のアップデートで AP の消費がねまともになったってことで、 AP 消費は打った感じ、アップデ前と比べればですけど増えた感じになってますね。それでもダメージは大きいし、使ってみるとかなり楽に敵はバンバン倒せます。あと気のせいかもしれないんですけど、命中率悪くなったんかな。全部の武器かもしれないんですけど、前より近くに寄らないと命中率 95% 表示にならなくなってますね。気のせいなら別にいいんですけどね。レールライフル、さっきも言いましたけど、ダメージ出るのでクワットが一番いいですね。相談数が少ないので40発になるのは使い勝手がかなり良くなります。爆発がつくと、もともとねこのレールライフルっていうのは壊れやすいんで、余計壊れやすくなるので、まあ僕個人の意見としては繰りだめがいいですね。はい、使っていく武器ですね。クワッドレールライフルで繰りだめと AP の消費減が入ったものになってます。完成品ですね。かなりダメージ出てくれるんじゃないかなと思います。改造なんですけど、オートピストンレシーバー、ロングバレル、反動吸収ストック、スタンダードサイト、銃口なしになってます。ダメージ表記は219ですね。あと間違えてですね、銃と弾丸3っていうのを読んじゃって、実弾銃の繰りだめがプラス 30% がついちゃってますけど、まあとりあえずこれはこれでいいのかなと思ってます。ちょっとね間違えて読んじゃったんですよね。はい、パークですね。 S ストロングバック、ベアアームズ、バンドリア、ブロッカー、 P マスターコマンド、グランドパウンダー、タンクキラーコマンド、エキスパートコマンド、コンセントレーテッドファイヤー、E ケムファインド、ファイヤープルーフ、ラジクール、 C ストレンジンナンバーズ、テンダライザー、 I ファーストエイド、ナードレージ、バッテリーズインクルーデッド、ガンスミス。壊れやすいのでこれはつけておいた方がいいかもしれないですね。 A アクションボーイ、カバートオペレーティブ、スニーク、エスケープアーティスト、ガンフー、アドレナリン、 L ブラッティーメス、ベタークリティカルズ、セレンディピティ、クラスリーク、スターチドジーンズ、クリティカルサービーになってます。レジェンダリーパークですね。 PALIS、 そしてテイキングワンフォーザチームね、今回入れてます。なんかね、前ほどレールライフルってみんな使ってない気がするんですけど、なんでなんでしょうね。強いから使わないでもいいかってことなんかな。ちょっとそれは分かんないですけどね。まあ壊れやすいとか弾が重いってのも理由の一つかもしれないですね。弾の重量軽減パークは多分必須に近いし、あとはなんかあるんでしょ、知らんけど。今回使ってみてね、自分なりに解釈していきましょう。それでは行ってきます。はい、使っていきましょう。ステルスする必要性はないんですけど、できるだけまあステルスして近づいてやっていきましょうか。強いですよね。ただね、音がうるせえよこれ。本当に音がうるせえ。はーい、スーパーミュータントですね。かなりねやっぱ楽なんですよね、敵を倒すのが。今ダメージ出た？出てなくない？出る前に死んじゃった感じがするんやけど、まあいいか。でガンフつけてるんで敵は切り替わってくれる。あ、 0% やったね今。あの距離 0% なんかな。あ、これ左腕になってる。頭じゃない、ちょっと待ってね。頭じゃなかったな今狙ってるのが。ここか。でね、振りダメ出た時は1000ダメージ近く出たね、さっき。ちょっと反動がむちゃくちゃでけえ。で390ぐらいかな。で1000ダメージぐらい出てたよねさっき、698。まあ強いでしょう。ダメージ減ったんかな、どうなんやろうね。ちょっと噛んでしまった。ダッって言ってしまった。よし、マイヤラーククイーン行きましょうか。 AP の消費に関してはね、そこまで本当にないんですよね。 AP 減も入ってるし、なんでまあガンガン撃っちゃっても AP は切れないと思うんですけど、命中率がやっぱりね低いよね。低いっていうか低くなったんかな。でコンセントレーテッドファイヤーは一応入れてるのは入れてるんで、あの命中、あ、やべ、これミスった。あ、やべ、これなんで、おかしいよこれ。あ、水の中やけんか。ごめん、これは俺のせいやった。危なかった、ミスったよ。よーし、100レベルですね。多分そこまで苦戦はしないはず。終わりやね。やっぱ強えよレールライフル。
こいつに関しては1000ぐらい入るんやない。あ、749やった、嘘ついた、ごめん。今日のイベントなんですけど、ウラニウムフィーバーですね。ちょっと発光ベヒモスの前にウラニウムフィーバー来ちゃったんで、これ行きましょう。じゃあ、あとは中枢ユニットを守っていくだけやね。っていうかね、マジ口内炎がものすごい痛くてね、喋りにくい喋りにくい。いつも噛んで喋るんですけど、噛んで喋るっていうか噛んでしまうんですけど、喋ってる時余計に噛んでしまう。マジでベロが痛い。ベロじゃなくてベロか、ベロが痛い。ベロにできちゃったんですよ。珍しいやろ。多分ね、できる人っていうのは唇の裏とかにできるんでしょうけど、僕ねベロにできるんですよね、口内炎が。マジで痛い。なんか塗り薬とかがあれば塗りたいけどね。お、こっちにおるみたいやね。でね、あの栗ダメが入れば1000ダメージいったね、さっき。なんか言い忘れてたけど、あれいんの、どっか、あれどっかいんの、おるやんけ。で、銃と弾丸ちょっと読んじゃったの失敗したなと思って、あの栗ダメプラス 30% になるじゃないですか。あれマジミスった。普通の時のダメージが分かんないっていう。いや強いよね。もうほとんど多分ね一発なんですよね。あ、一発じゃない、ごめん、二発か、二発やね。で、二発でやっぱ栗ダメ出た時は1000近くとかやっぱ入ってるね。むちゃくちゃ強い。ただクワットじゃなければどれぐらいダメージ入るんやろうね。それも気になるよね。相談数が10発になっちゃうんで、あんまし僕は使わないんですけど、まあ40発の方が使いやすいっちゃ使いやすいのかな。しかもね AP 減入ってるんで、別にクワットでも全然問題ないっていう。で、このウラニウムフィーバーなんやけど、まあ一人でやっても全然一人で防衛できるんで、最近はね結構一人でも行ってる。プライベートサーバーで入って、プライベートサーバーでねほとんど動画撮ってるんですけど、プライベートサーバーでも一人でできるイベントっていうのがどんどん増えてほしいな、今後。一人でできるパブリックっていうのもね、完璧にこなせるっていうのもなかなかないけんね。プロジェクトパラダイスとか絶対無理やもんね。この人物を敷地内から排除してください。さあ、どこに出てきました、管理職員。おった、いやーやべ、一発じゃない、ごめん、一瞬。まあ伝説、このウラニウムフィーバーっていうのは3つ出るんやけど、管理職員っていうのが出てきて3つは手に入るんやけど、ただね防具とかそういうのの星1とか出られてもね、勝者にもなんないんよね。3枚しかならんや。本当だったら武器の星3とかがね欲しいけど、まあそんな贅沢は言ってられない。まあちま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 してる集め方なんやけど、ウラニウムフィーバーっていうのはレジェンダリーが3つ出てくるいいイベントだと思ってる。あんましね、1人だとモールマイナーも出てこないんですよね。お、どこ出てきた、この人物を敷地内から排除してください。向こうかな、なんか向こうが一番出やすいような気がするよね。ここあれいないやん、どこおる、え、どこおる、管理職員。あ、おった、オッケー。あと25秒でイベントが終わっちゃうんやけど、まあウラニウムフィーバーね最初来たんで行ってますけど、まあもう一つどっか行ければ行きたいとは思うけどね、ただ動画長くなっちゃうんで、動画がどうしようかなっていう気はしてますよね。まあ皆さんちょっと意見があれば言ってくださいね。2つ行ってほしいとか、別に長くなってもいいよっていう人がいれば、もう一つ行こうかな。まあ一つって言ってしまった。もう一つぐらい行こうかな。今回はちょっとこれだけでやめとこうかな。じゃあ発光ベヒモスとか行きましょうか。じゃあ発光ベヒモスですね、行きましょう。今からは通常通りいつも行ってるとこ回りましょうか。お、マジ伝説級やん、久しぶり伝説級。一気に行っちゃう？一気に行っちゃおうか。1000ダメージ超えるね、クリダメの時。あ、おお、めちゃくちゃ吹っ飛ぶ。やべえぐらい吹っ飛んだよ。向こうまで行った。
しかもなんか伸びてない、ビロンと。よし、じゃあもう一回発光ベヒモスですけど、またここにアングラーがいるんでアングラーやっちゃいましょう。まじ粘着剤が足りなくてね、粘着剤が。こいつは貴重な粘着剤の、あの収入源やね、収入源っていうか入手源やね。よし、じゃあ行きましょうか。ここぐらいからね、ほらもう 36% ぐらいしかないんですよね。なんで結構近づかないと命中率っていうのがやっぱり下がったんでしょうね。なんで皆さんも戦うときは近くに寄んないとマジでダメになってる。しかもね、ダメージが入ってないときあるよね。やっぱり強すぎる銃っていうのはダメージがなかなか出てないっていうか、出るんやけど、あの何ですか、当たってないことになってるんで、そこは気をつけた方がいいね。あと1匹、あ、どっか行った、どっか行ったよ。退屈すぎる。オッケー、終わったね。よし、スコーチビースト行きましょうか。あのね、もうちょっとダメージを出したいよっていう人は、あのステルスしながら近づいてフォロースルー入れとけば、あのダメージは出していけると思う。まあバレてない時に限りますけどね、フォロースルーは。それでもダメージもうちょっと出したいよっていう方はレジェンダリーパークをフォロースルーに変えてもいいかも。っていうか一瞬で終わったね。まあいいや。よし、みんなのアイドルグラフトンモンスターに行って帰りましょうか。こいつは噴気口が弱点なんで噴気口を狙っていく。オッケー、4発で片付くね。じゃあ戻ります。はい、戻りましたよ。楽すぎて敵がかわいそうでしたね。マジで敵倒すのが楽、バレてても一瞬だし、まあ先撃ちされてもバッツでガンフつけてれば自動で切り替わるのでかなり楽ですね。難点としてはフリーエイムは反動がでかすぎて無理ですね。あと撃ってる時の射撃音がうるせえ、マジで耳鳴りがする。クワットじゃなくても他の効果だと相談数10発になるんですけど、それでも複数の敵倒せるんでぶっ壊れてる武器の一つですね。何か強い武器探してますって方はレジェンダリークラフト頑張ってみてください。それではまた、兄様でした。